2022-23 Wリーグカップグループステージ第4節グループ B、 ノジマステラ神奈川相模原対サンフレッチェ広島レジーナの一戦です。まずはノジマステラ、サイドを変えて平野抜け出していくんですが、ここは左サイドバックの平野最後シュートまでというところは広島のディフェンダーがさせませんでした。続いては広島柳瀬、今日は中盤で躍動していました。自ら運んでここは右足枠に収めたシュートだったんですが、ゴールキーパーズの収めています。0対0で折り返した後半です。ノジマステラ右サイドから松本切り返して中へのボール、杉田のヘディングでした。素晴らしい連携を見せて杉田のヘディングはゴールキーパー福本でした。一方の広島も谷口かわして右足はクロスバー、両チームストライカーがなんとか得点をと0対0の長い時間帯が続いていきました。しかし84分でした。ノジマステラ藤原右足のこのミドルシュート、ボックスの外からでしたが見事なシュート、2試合連続の得点となりました。ゆりかごダンスもありましたノジマステラです。そして広島ここから反撃です。橘陽粘ってもう一度シュート、自らは滑りながら押し込んでいったシュートになりました。これで追いついた広島、さらに西原から最後は川島春菜、交代で入ってきた選手西原からの川島ダイレクト、ノジマステラフルサイズに見事な得点。ただ最後コーナーキックからこのボールがノジマステラゴールとなりまして2対2、杉田の素晴らしいゴール前へのボールでした。ノジマステラ対広島2対2同点です。